すみません、先生。はい、どうしましたか、ずんだもんくん。チンチンが苦しいのだ。チンチンが大きく腫れ上がっているのだ。とっても苦しいのだ。ずんだもんくん、今は授業中です。その話はやめましょう。でも、先生。チンチンはとっても苦しいのだ。本当に苦しくて辛いのだ。やめろって言ってんだろ。いいか、今度私の授業を妨害したら、二度とアホなことが言えないように、歯が全部折れるまで、ぶん殴るからな。わかったら、おとなしく座ってろ。はう、しくしくしく。ママ。なに？ずんちゃん。ママに助けてほしいのだ。あら、何かしら？チンチンが苦しいのだ。そうね、先週のサザエさんはとっても愉快な話だったわね。サザエさんの話なんかしてないのだ。僕のチンチンの話なのだ。ママ、ちゃんと聞いてほしいのだ。チンチンが大きくなってビクンビクンって痙攣してるのだ。とっても苦しいのだ。ママに助けてほしいのだ。ずんちゃん、そういうことは人に話すことではないの。聞いた人はとても気分が悪くなるのよ。でも、本当にチンチンが苦しいのだ。お願い、もうやめて。ママはそういう話を聞きたくありません。でも、チンチンが。ずんちゃん、ママとお約束しましょう。そこに関わる話は絶対に人にしない。お家の中でも外でも相手が誰でも絶対にしない。絶対によ、お約束ね。でも僕のチンチン。ママはお買い物に行ってくるわ。留守番お願いね。ママ、はう、苦しいのだ。チンチンが苦しいのだ。先生もママも助けてくれないのだ。僕はみんなから見捨てられたのだ。僕の苦しみを分かってくれる人はどこにもいないのだ。しくしくしく。苦しいのだ、苦しいのだ。チンチンが苦しいのだ。